皆様どうも、本日もお疲れ様です。今日は、令和元年の8月じゃなくて10月の、15日でした。令和元年の11月じゃなくて10月15日っていうことは、間違ってなければその日です。はい。だね、我が家としては、まあ国レベルではないんですけど、いろんな派閥もあったり、それで反対意見とかあるんですけど、で反対とか賛成とかそんなのはね、どっちでもいいんですよ。うまくいけばですよ。宇宙のね、流れに沿ってうまくいけばね、それでいいんですよ。何が文句あるのかと。でね、我が家としてはね、自分家としてはですよ、父親がね、急遽、罪はなかったのに死んじゃったから、今年ですよ、今年ね、何の罪もないのに6月の、20何日に死んじゃって、ほいで今子供たちがね、子供たちつったって2人しかいないんだけど、僕が長男で、次男が1人、競ってんだけどね、僕のね、母親はね、次男がね、ちょっと劣ってるから で何億円とかあげなきゃいけないみたいな、こと言ってんだけど、あげても頭が悪いとね、お金を誰かにあげても、そのお金はこう人を騙す人たちにの手に渡っちゃうんですよね。あっという間にですよ、1日とか2日とか。で僕はね、そういうことが心配で、弟たちにとかにすぐお金がいかないようにしてんだけど、必要だったらね、現金であげますよ、必要だったらね。だけどね、こう振り込まれたお金がね、何億円とかあっても、よその女の人たちなんかすごい上手だからね、うちの弟を守りたいっつって、うちの親たちはやってきたんだけど、あっという間にね、取られちゃうから。ほんで、うちの弟たちなんかね、もう何千万円も取られてやってきたのに、かわいそうだから、もっとお金をあげた方がいいなんつって、ほいであげたけど、で今なんかもう何百万ぐらいしかないですよ、多分。でね、頭を使わないとそういうことになっちゃうんですよね。頭を使わなくても誰かが守ってくれればいいんだけど、頭をやっぱね、使わないと、お金でしょ、今、こう、太陽系は。太陽系の人たちは、お金で、今夜何千万円ですとか言って、はい、わかりましたなんつったら、何千万円払わなきゃならない。
だからね、僕はねそういうことを心配してるんですけど、うん、だよね。だからそういうことをね心配して言ってる人が、あのほら韓国とか守ってる人たちいるけど、韓国を守る前に日本にいたら日本を守ってくれたらいいって思うんですけどね。これあの家と同じだから、よそばっかり守ってこの家を守らないっておかしいでしょ。うん、僕はそう思うんだけどな。はい、そうだと思うんですよね。家を守れなかったら自分も死ぬし、うん、それで仲間もね、あのポカリスエット買えなかったから、あのダミーの、 あの何スポーツドリンク買って差し入れしましたなんつって言ったって、何これポカリスエットでもないしダミーのやつ買ってきた人誰とかつって、金出してるのに文句言われるからね。うん、こんなものを買ってきたやつは殺すなんつってね、そういうことを言っちゃダメですよね。うん、あの心でやっていることをね。これ昔の梅を持ってきたやつは誰だとか、だから誰だとか言ってるやつが悪いやつだよ。俺はね、あのそういうやつはね、あのね必殺仕事人みたいにね、後ろからねずっとしちゃうよもう。うん、あのね世の中ね悪いやつがいるから本当に、あのねその人たちは堂々と生きてるけど、その人たちはさみんなをね、僕のねあのね子供だって死んじゃったんだから。うん、僕の子供なんかね妻と作ったねあの次女だけど、うん、あの長男は生まれ無事に生まれたんだけど、僕のね作ったねあの次女なんかね、あの体育祭がありますとか、ほいであの来いって言ってるのに来ないから早く来いとかつって、僕なんか妻をよしよししてる時に来いとか呼ばれて、うん、行ってって、ほいでほいで組のお茶組だから頑張ってねなんつって、お茶組やってたらねあの寒い時期で、俺3月の上旬だったんだけど、寒い時期にね子供ができてたのにね、僕の子供があの妻のお腹の中でねできたのにね、無理したからさあの僕のね子供のねあの女の子がね死んじゃってね、何者がこんなことをやったのかと。うん、子供が死んじゃったんだから僕の、うん、僕はそういうことはね許しません。うん、あの流産しちゃったんだけどね、そういうのはね嫌だなって思います。うん、だけどあの高級なお寿司とかいろいろおいしいものを食って、そういうもんですよなんつってやってる人がいるんでしょうね。うん、ああいうやつらは許せませんね。うん、もうちょっとね部品を集めて、うん、抵抗します。はい、うん、僕のお母さんもね昔ねあのなんだっけ、お母さんの親とかはなんだっけほらあの自民党だったらしいんですけど、
自民党がいいなんつってやってたけどダメですね。うん、自民党だからね。で途中からね、まあいろんな党に分かれたようだけどダメですよ、みんなダメですよ。あのね、守りきることができない。だからあのみんなね共有して守れないところはどこどことお願いしますとか、お願いする心とか、これお願いしたらじゃああの志とかね、お金じゃなくてもいいからこう共有してやればいいのに、なんでそういうことができないのかなって思いますね。うん、僕はねあの最近チョコレートのミネラルが足りないのでチョコレートも摂取してうん、いろいろ考えてるところです。ほいで、いやあのね、あの上げたあのこう、うん、動画とかに対してあのコメントをくれてる方々がいるんだけど、僕昼間ねあの肥料とかね撒いたり、これこの肥料がちょっとここで多すぎると良くないかなとか、少なすぎるかなとかいろいろ考えてて、あのコメント返しできてないから申し訳ないなと思って、例えばあの創造さんとかはるくんとかにね申し訳ないなって思ってるんですけど、またゆっくりね、うん、生きてる限りあの会話とかね弾ませて頑張って行けたらいいなと思ってるんですよ。お願いしますよ。うん、僕もねうん、たやすく死ななくって、うん、予算をね組んで、うん、サミットをねしたいので、どうぞ創造さんとか陽瀬さん、サミットをしましょう。今夜もお疲れ様です。